こうなると公爵令嬢は相手は殿下だぞ。戦いたい奴なんて誰もいるわけ。誰か。ゲームでのアンジェリカさんは学園外の人間を代理人にするも、主人公が勝てば結局はその後は破滅に一直線。アンジェリカ、覚悟はできているな。俺たちと戦う覚悟が。たとえ代理人がいなくとも。ディオンさん。お前何を。はいはい、皆さん、俺が代理人に立候補します。誰？知らない。どっかの田舎貴族でしょ。アンジェリカさん、俺を代理人に指名しないと。ほら、認めるって言えばいいだけですから。そちらは殿下たち5人で間違いないですか？じゃあ決闘方法と何をかけるか確認したいのですが、ちなみにアンジェリカさんの相手への要求は？殿下に近づくな。私の望みはそれだけだ。私が勝った。ひどいことはやめてください。実家の権力で言うことを聞かせるのは良くないと思います。次に決闘方法だけど、闘技場を借りた鎧での決闘はどうだ？私たちに勝つつもりか？お前では勝負にならない。え、何？鎧の戦闘じゃ自信がないんで口で言いまかしたいのかな？決闘は口論がお好みですか？お前舐めてると本気で。まあまあ、決闘方法はそちらの条件を飲みましょう。そちらも5人までの参加を認めます。